最初結構こう空を舞台にした世界にしてみたいっていうような話が出ていたので、やっぱりその空中都市を描いてみたりとか、あとはその今回割とその王道といいますか、非常にファンタジー色の強い世界観になってるんですけど、その中に例えばその相反する例えば機械とかそういったものがどれぐらい入ってきていいのかとか、またそれらのデザインのラインとかをどういうふうに持っていくかとか、いろいろこうやっぱり考えながら、それでいてやっぱりオリジナリティというか、12独自の、今までにないような斬新な世界観みたいなのを作っていくように、意識をして進めてました。本当にこうゲームの中で大都市とか本当に大きな、その国の首都と呼ばれるような大きさの街を再現してみたいっていうのがありまして、とにかくミニチュアのような街並みにしたくなかった。だから本当にその大きな街の中を自分で歩き回った時に、たくさんの建造物、中にはその芸術性の高いものもあるでしょうし、そういったものがこうたくさん混在している、そういう実感みたいなのをプレイしている人に楽しんでもらいたいなっていうふうには思ってました。12のスタッフの中でも個人的に非常にクリエイターとして憧れていた人たち、松野さんであったり吉田さんであったり水場さんであったりっていう人たちと仕事ができるっていうことで、最初からすごく意気込みはありました。その中で自分がどういったどれだけの仕事ができるのかわからないですけど、全力を尽くして、素晴らしい作品を作りたいなっていうふうには最初から非常にテンションが高かったです。で、終えてみて正直想像以上に時間がかかってしまったんですけど、本当にこう想像を超えているというか、ここまでの対策が作れるというふうにはやっぱり思ってなかったので、途中からはもう作品が一人歩きしてるっていう表現がちょっと適切かどうかわからないんですけど、作品に引っ張られてるような、そんな印象がありましたね。一言で言うなら夢じゃないですかね。それを作るスタッフの夢、それを待っているファンの夢、いろんなものがそこには含まれているような気がします。